お疲れ様でございます、えー、インターネットで心をほぐす弱調案の時間でございます弱調案っていうのはねまあ言うまでもないですけども瀬戸内寂聴さんを、まあ、モデルにしたそういったインターネットの癒し空間を作っていこうかなと思う企画でございます、えー、まずはですね瀬戸内寂聴さんの名言をちょっと一つずつ探ってみてそこからの意味を考えてみたいと思うんですねさあどんな名言があるでしょうか そして瀬戸内寂聴さんにはまあいわゆる明るい部分と負の部分暗い部分があるんですよねもちろん何を良しとし何を悪しとするか悪しとするかっていうのはこれは人それぞれ判断変わると思います瀬戸内寂聴さんがお肉をたくさん食べたりね手知肉林の男性との恋愛をズブズブと泳いでいたこととかね、まあ、そういったことを人間の欲望の正直なところ つまり欲望ってのはね人間の最も正直なところと捉えるのかそれとも禁欲するべきまあ意味べきところと捉えるのかこれは考え方様々だと思いますね、まあ、そういったこともこれからお話していければなと思いますさあまずは1つ目の名言「雨降らば降れそう口ずさむと気持ちが落ち着くのです」ということがありますねこれは人生においてさまざまな困難に私たちは直面します その困難を避けようと思ったりね嫌だと思えばものすごく気持ちが落ち着いていくんですけどもまあどうにでもなれともっともっと自分に対して悪いことを起きろっていうふうに開き直るとなんかちょっと気持ちが楽になるんじゃないですかっていうふうに解釈できるかなと思うんですよね。雨降らば降ばれそう口ずさむと気持ちちが落ち着くつまり雨が降ったから予定したことができないじゃないかって考えるじゃなくて雨が降るのは自然の摂理じゃあ 天は私に今日何をしろっていうふうに言ってるのかなっていうふうに解釈するっていうのも方法の一つですね瀬戸内寂聴さんの考えはここにあります私たちの一生は長生きしたってたかが100年ですたとえこの世に何が起こってもドンと腹を据えていてください心に余裕ができれば人間として優しくなる人間の一番大切なことは優しくあること優しいというのは他人が持っている苦しみと悲しみ 怯えと憂いををしててそれを慰めてあげることとですと書いてますねすごくいい解釈じゃないですか皆さんはどのように解釈されますじゃあ名言のね2つ目今日はここまでにしておきましょう勉強しないと心が栄養失調になりますと書いてますうんやっぱり勉強をやめるってことはそこまでの自分の先入観でこれからも生きていくってことになりますつまり考え方が変化しなくなるってことなんですよね 世の中は変化と新陳代謝によって作られてますからやっぱりね勉強は食事と同じように取り続けることが大事なのかなと思いますね。はい、それではあとは皆さんで読んでください。